You're listening to Shibuya Cross FM. はい、それではの時間となりましたので、地域創生 SDGs 一言ものを元気にする番組をスタートします。ありがとうございます。今日は二人で緊張してます。いやいや、大変です。今日はあの予定では映画ワークショップっていうのですね、はい、これ映画制作ワークショップって言ってるんですけど、これについて少し話したいと思いますけども、はい、まずあの菅原さん、あの自己紹介してください。毎度ですけど毎回お世話になります。オライータンこと菅原でございます。あの行政学を勉強しております。よろしくお願いします。今の大学院、はい、大学院にも、はい、席があります。何年生なんですか？公式的には3年なんですけど、まあ、何年目かと言われるとちょっと答えづらい感じですね、はい、今あの主にどういうところ入ってるんですか？あの地域で言いますと、地域はあの事例で扱うのが富山県を扱うと思っていて、はい、ね、まあ、が一番中心ですかね。今の富山県行きたいんですけどって言ってるんですけど、はい、ちょっともうちょっと待ってくださいって言われてるんですよ。ありがとうございます。すみません。今度はあの佐藤和江さん、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、私はあの北海道であの FM アップルっていうのもとパーソナリティしてるんですけども、はい、と6月18日にやったんですね。で今度は6月25日に行うことになってるんですけど、6月25日のテーマはですね、はい、被災地の現状と、まあ、その対応策と。で北海道で言うと、はい、胆振の3つの町、胆振山頂というのがありまして、うんうん、でそれはむかわと、むかわ町です、それから厚真町、安平町ってあるんですね、うん、でこの間はむかわ町に行きまして、でこうずっと視察させていただいたんですよ、はい、でもやっぱりまだあのこう震災復興、5年経って、これから5年、まあ、計10年で、うん、しっかりと元に戻すだけじゃなくて、もっとこうより発展させると、うん、いったところを今、熱心にやってるんですね。で向川っていうと、もう大体恐竜って知ってました？恐竜ですか？恐竜の町なんですよ。福井みたいな感じですね。そうで、それがあのこう骨がこう現存してるっていうか、その骨がですね、はい、ある程度全体が分かるような感じになってるんですよ。あれ珍しいんだと思うんですね。ところどころ持ってるところとか、掘り起こしたらあったなんていうのはあると思うんですけど、でそんな中でこう向川の高校に、向川高校って言うんですけど、はい、そこには恐竜研究会があるんですよ。おー、すごいですね、はい、で今度はその子たちに今度出てもらおうと思ってるんですよ。 FM にアップルに、そうです、アップルに出て、でこちらもオンラインで出れますからね。だからオンラインで出ていただくこともできるので、まあ、でもFM アップルには出ていただこうと思ってるんですよ、うんうん、でこの間桶戸町の桶戸高校って、あのクラフトとか桶クラフトとかやってるところ、うんうんうん、そこ の校長先生と生徒会長と副会長に出てもらったんですよ。はいはいはい、FM に、はい、でこうどんなことやってんですかみたいな、来てもらって、いやオンラインですか？オンラインでやってもらったんですよ。でもあの授業がありますから、そうですよね。どうしたのかちょっと一瞬思ったんですけど、そうというのがありまして、はい、ぜひですね、とまたあ菅原さんもぜひ出てくださいよ、あの FM アップルに、北海道に。じゃあいや、オンラインでいいんですよ。オンラインでいいです。火曜日。はい、わかりました。準レギュラーみたいになって面白いですね。でちなみにですね、はい、今日、はい、配布させていただいたんですけど、はい、日本地域創生学会の自治体の首長の勉強会っていうのを以前やってたんですよ、はい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 、で去年から自治体の首長さんだけではなくて、はい、教育長さんにも出ていただこうということで、はい、自治体首長教育長勉強会っていうのをやってるんですよ。で今年は8月の23日金曜日に15時から17時まで、はい、立教大学、これ池袋にありますけど、はい、そこの5号館でやることにした、はい、これは無料ですので、無料、まあ、ぜひこれはオンラインもやってるんですね。オンラインもやってるんですよ。でオンラインは定員なしです、ね、対面は30人ぐらいでと思ってです、ね、はい、なぜかと言いますと、こういろいろこうディスカッションというか、ね、対話してきますので、多い人数だとちょっと大変なんで、30人ぐらいということで、はい、先着順でですね、でただしオンラインについては定員なしということで、はい、募集をしています、うん、ですね、関心のある方は日本地域創生学会もしくは地域創生実践総合研究所にお問い合わせくださいということにしてるんですね。で、はい、この時ですね、来ていただくのがこれニセコ町長、町長、北海道のニセコ町長、すごいですね、片山さんです、はい、でそれから岐阜県の関市、うんうんうん、刃物の町で、はいはいはい、あれですね、こう迂回をしている、はい、
こう行って戻ってくるっていう意味じゃないですか。ああ、はい、長良川ですか。そうです、鵜飼を、はい、あれ1300年ぐらいの歴史があるんですね。ああ、長いですね。で私も練習するところ見せてもらったんですよ、はい、船に乗って、はい、鵜をこう3番ですかね、うん、バーッと放すんですよ。でキャーッ、ジャーン、ジャボン、ジャボン、ジャボンってなんかやるんですよ、はい、魚を取る。その練習を させなきゃいけないっていうんで、練習だから本番の時じゃなくて、はい、常に練習させるんですね。訓練です、うんうんうん、でその時に船に乗せてもらって、はい、その練習風景を、はい、訓練風景を見たんですけど、鵜飼の方々って国家公務員だってご存知でした。鵜飼の方々は国家公務員なんですよ。宮内庁の。え、宮内庁なんですか、はい、ああそうですか。国家公務員なんですよ。なのですごいこう熱心に、はい、また規則正しくというか礼儀正しくというか、はい、もうご本人たちがすごいそういうことに強い志を持っておられるんですね。お話ししててもなんかしっかりとこれを継承していくんだっていうことをなんかひしひしと感じるんですよ。すごいなと。でそこの副市長をやっていて今回市長になったんですね、山下さん、はいはい、これは関市の市長さんですね。そしてまたもう一人は北海道の木古内って知ってます？木古内町って地面しか見たことが、ね、場所がちょうど道南、道南ですか、北海道の南、はい、函館のそば、函館市のそばに木古内町、これ今度新幹線 の止まる駅で、うんうん、でそこの、はい、教育長、はい、藤沢さんですけど、うん、に出ていただいて、対話しましょうと。これ豊島区でやるじゃないですか。はいはい、そうですね。池袋豊島区じゃないですか、はいはい、なので豊島区長、はい、高際区長出ますって言ってくれてるんですよ。あ、そうですか。出席してくれるんですよ。で、はい、他の方にもこう案内してるんですけど、はい、もう来てくれるかなって言ったらいいと思うとは言ってくれない。なかなかでオンラインもやってますっていうことでですね、はい、ぜひ出ていただければと思ってます。これが8月の23日金曜日の15時から17時なんですが、はい、次の日、次の日、はい、8月の24日土曜日、これが本番ですね。12時30分から13時までが、はい、日本地域創生学会の総会をやるんですね、はい、30分で総会をしまして、はい、その後研究大会です、うんうん、ちなみに、うんはい、これって会員の方は5000円で、はい、会員以外の方は8000円の参加費がかかるんですけど、はい、この会員になっている人が、はい、お二人を連れてくる、二人連れてくる、はい、でそのお二人はこれ講演を聞いたり、はい、これ基調講演ですね、はい、を聞いたり、はい、または分科会を聞いたり、はい、見たり聞いたり、はい、でそれから交流会があるんですよ、はいはい、交流会に参加するのも全部無料なんですよ、はいはい、無料そうなんですか。だからちょっとじゃあ私も、はい、2人に誘っちゃったんですか。おいでおいでって、はいはい、言ってるんですね。だからもう菅原さんはですね、白鳥さんあたりにそうそうそう言ってですね、はい、っていうと、はい、無料で入れますということですね。これは耳寄り情報ですね。いえいえ、もう入れますん でちなみに今日も朝一で会ってきたんですけど、はい、こう来賓で、はい、環境省の和田事務次官に来ていただくんですよ。でこうなんかちょっと15分か20分ぐらい喋っていただけませんか、原稿なしで、はい、っていうかこういうパワーポイントなしでいいかいって言うから全然いいです、いいですと、ぜひ思いをお話ししてくださいってことですね、はい、環境って今すごく大事じゃないですか、はいはい、カーボンニュートラルとかですね、はい、本当に大事なのでそこをお話ししてくださいってことで、今日も朝一で会いまして、ね、もう朝8時50分に自分時間に行って霞ヶ関行って早いですね。早い。いや事務次官は8時50分にはちゃんといますよってもう本当に朝一ですね。もういますよって、ありがとうございますって言ってですね。で来賓挨拶をしていただくと、はい、でその次 の来賓の挨拶と講話ということで、はい、もう厚生労働省の大臣官房審議官の石垣さん、うん、北海道庁にも出向したことがあるんですよ、うん、ああそうなんですか。ちなみに環境省の和田事務次官は、はい、北海道生まれですから。ああじゃあ北海道 に、はい、縁のある人が多いんですね、はい、来ていただいてます。でその後と基調講演を行いますけど、はい、この基調講演はと一橋大学の名誉教授の米倉先生、うん、それから株式会社ポーラの代表取締役社長の及川さんに来ていただくんですよ。でもうちのです、ね、家族、はいまあ、もう例えば妻とか、はいまあ、みんなのポーラ使ってるんですよ。ああ、じゃあぴったし。なんでポーラ使って、女性ってずっと使い続けて肌が荒れると嫌だから、はいうん、それがすごく自分にマッチしてればずっとそれ使うじゃないですか、うんうんうん、でも妻はポーラに変えたんですよ。
でどうしてって言ったらすごくいいんだって言うんですよ。要はもうね、何としてもこの及川社長に来ていただいてこれ、はい、中身はあれですよね、はい、こうつながり創出のためのポーラの実践という話していただく、何かして地域との連携みたいなことがあるんですね。もうぜひこうその後は分科会ですね、はいはい、分科会がありまして、はい、この分科会は行政地域創生リーダーの分科会と、はい、経済社会の分科会と、はい、あと大学生大学院生の分科会と、はい、あと国際分科会の4つの分科会があるわけですね。でこの4つなんですけど、この国際分科会のみは英語なんですよね、はい、全て英語のみ、はい、なんで菅原さん、はい、ぜひ しっかり進行やってください。英語はちょっとな、英語は得意な人はちょっとじゃあドイツ語かなんかでやってください別の言語でということで、はい、今年はですね8月の23日が自治体首長教育長勉強会があり、はい、これ15時からですけど、はい、で8月の24日次の日ですね、土曜日は12時30分から13時までは総会ですけども、その後から、はい、19時頃まで、です交流会もありますから、うん、19時ぐらいまで、うんうんうん、行います。これが日本地域創生学会の総会研究大会です。うん、でこれはいずれも立教大学、はい、池袋キャンパス5号館同 同じところなんですか、はい、行いますの で交流会も立教大学の中でやりますので、はいはいうんうん、ぜひ来ていただければと。でいつもですね、はい、他の学術学会と違うねって言ってすごいうおーって驚かれるのは何かって言いますと、はいはい、一つはこの分科会をやった時にお互いに励まし合うんですよ。へー、普通なんかあってまあいろいろ、はい、指摘がねご指導いただくという感じになります。それを褒めて、ここは面白いとかこれはいいとか、でもうちょっとこうしたらいいねとか言うんですけど、はい、ここいいよねって、うん、あそういう視点大事だよねとか、うん、って言ってくれるんですよ、うん、それが嬉しいっていうんですよ。励まし合いなんですね。そうです。でもう一つは交流会なんですよ、はい、もう集まってきた人たちがそれぞれ、はい、自分の出身のところ、また自分の生まれ育ったところでもいいんですけども、今いるところの、はい、そこの地酒とかお菓子とか持ってくるんですよ。で持ち寄ってお互いに自慢するんです、はいはい、うちはこういう酒作ってるぞとか、うちはこういうお菓子を今度作ったぞとか自慢するんですよ、はい、でそれをみんなで食べるんですよ飲んで食べるんですよじゃあお手軽というか、交流会が非常に面白いんです。面白いです。まあ、1時間ちょっと、1時間半までいかないですけど、そのぐらいでやるんですけど、はい、面白いですよ。それぞれ自分の町自慢をするんですよ、うんうん、っていうのがもうびっくりするんですよ、みんな。これ学術学会に来たのかみたいな珍しいですねもうそれがいいって言って集まってやってるんですけどいやでも、はい、なぜかというと、これ地域創生の学会ですので、はい、地域の自慢大会やらないとというのがあるんですね。交流的なところも含めて、でお互いにこう情報交換するという、うんうんうん、自分の町の宝物って何っていうことですね。でそれがもう大事だなと思ってまして、木村さんが常々大事にしている話ですねこちらに来る前に、はい、ニセコ町に行ってまして、うんうん、でニセコ町の片山町長、先ほど今度自治体首長教育長勉強会に出ていただける片山町長ですけど、はいはい、その片山町長とそれから総務課長と会いましてですね、はい、すごいんですよ、ニセコ、はい、勉強したいんですっていう職員がですよ、はい、役場の職員が、はい、いや社会人の学び直し学び足ししたいですって言ったら、うんうん、どこ行きたいのって聞いて、その意向を聞いて全部叶えられるわけではないですけど、予算もあるでしょうけど、うん、なんとか叶えようっていう、で育てようっていうことなんですね、はい、で私も今回北海道文教大学に地域未来学科っていうのを、うん、でそこを所属してるじゃないですか、はい、でその地域未来学科に大学院の修士課程をまず作ったんですね。もう作ったんですか。もう作ってるんですよ。作ったんです、はい、修士課程は、はい、でそこのところに今度博士課程を作ろうって今してるんですけど、うんうんうん、でまず修士課程で、そこに入りたいっていう人を今募集かけるからって言ってくれてるんですよ、はい、こういう学科にいわゆるこういう大学院ができたで、うんうんうん、大学にも行きたいって言ってる人いるので、うんうん、学部ですよ、うん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 、だからそれも意向を取るそうです。うーん、だから高校卒業して役場に入ったんだけど、はい、できれば大学行ってみたいという人は、うんうん、大学なんとか行かせてあげる方法ないだろうかと、うん、まあ、通信教育だったりですね、はい、働きながらです、うん、行かせてあげる方法ないだろうかと、
で大学院はどちらかというと社会人でそのまま2年間ということで、あの3年かかる人もいますけどね、まあ2年間大体2年間で修了というのがありますからという機会を作ってですね、でそこのニセコ町、北海道ですよ、はい、のニセコ町が高校あるんですよ、ニセコ高校、はい、でそこで水曜日ですけど、はい、あの水木ですから、あの実は火曜日ですね、はい、と火曜日に行きまして講演したんですよ、あの講演してきたんですね、はいはい、でそこはあの北海道立じゃなくて北海道立ではなくて、はい、北海道のニセコ町立、町立になったんですよ、はい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 、でそれで今後どうするのかと言いますと、はい、あの観光、はい、観光、そこを大事にする、いわゆる地域創生における観光です、はい、を大事にする、でそういうところを関心を持つ子を集まっていただいて、うん、プログラムを組んで教えるっていうのがことになるんですね、うん、だからあのなんか普通科のような形じゃなくて、やっぱり観光に着眼点を置いて生徒を育てるという、うん、なんか総合的な育て方をしたいということなんですね。でそこの子たち2年生3年生の前であの講話したんです、話をしたんですね、はい、ただですね、もうみんなすごいですよ、もう喋ったこと全部メモしてメモ取っていやもう目が輝いてるんですよ、偉いですね、すごいなと思いましたね、なんかもうそこから何人か、はい、あの北海道文教大学の地域未来学会に入ってくんないかなと、うん、もうあの入らないって言ったんですけど、すごい地域に関心を持ってて、はい、しかもあの観光とか、はい、そういう産業とか、うん、文化歴史とか、うん、もう関心持ってて、うん、でも質問ありますかったら普通なんかどうしようかなってなっちゃう、うんうん、はーいって言ってくるんですよでその質問がですね、はいはい、なかなか鋭いですよ、そうですか、あの先生は、はい、プロセス重視ですかって何ですかって、なるほどね、もうそこに行くんですよ、おー勉強してるんだ、うん、で7つの習慣とかいきなり言いますよね読みましたすごいそれは怖いですけどねすごいじゃないですかすごいじゃないですか読んだ、はいはい、いやーすごい、私なんて大学生の時読みましたけど高校生の時でももう2年生とか3年生で読んでるっていう人がいましたし、いやこれすごいなと、でもあのやっぱりこれからは、はい、いや結果重視ですかと、それともプロセス重視なんでしょうかって聞くわけですよ、すごいなこれは、あのよく勉強してんなって、でまたですね、はい、男性、その質問は男性だったんですけど、女性はやっぱりもう、はい、またこの話を聞いててこういう点が疑問に持ちました、うん、ちゃんとこう、うん、質問してくるんですよ、じゃあ聞いてるんですね、聞いて、もう随分いい質問してくるなと思って、事前に先生なんかすり合わせしてたんですかって入れたらないないないですね普通仕込みだと思いますよね、桜か仕込みか、ないですよ、すごいですよ、だからやっぱりあの真剣に学びに来てんだなっていうのですね、はい、いやだからあのニセコ町内、町の中だけじゃなくて、はい、と北海道内、はい、いわゆるニセコの町以外の北海道内から来てますし、はい、北海道外からも来てますし、ニセコ町、海外、そうですか、あの本州とかからも来てるんですよ、ニセコの高校に、それ転居してではなくて留学という形ですか、本人がそうです、来てるんですよ、でなおかつ、はい、あの留学生も来てるんですよ、うん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 、だから一人は確実にあの海外からですよ、はい、来てるんですよ、であれ私と喋ってること分かるかなと思いながらですね、だからちゃんとメモしてるんですよ、はい、いやすごいなと思って、大変ですね、いまだに日本語はあまりできないかもしれない。すごいな、これ英語できる。英語できて日本語もできるんだと思って。すごいなと思って。というようなことで驚いたんですよ。まあ、びっくりしましたですね。そんな中でですね、はいはい、その時話したのが、はい、あの、あれですよ。地域を変える力って何っていうテーマなんですよ。はい、で、地域ってどこ、はい、で変えるって誰が、うんうんうん、で、いわゆる力って何、うん、っていうように、あのこれあの要素を含んでるんですけど、うんうん、あの地域を変える力とは何かって言って、それは自然ですとか、それは人ですとかいう、うんうん、それは力とは何かになってるわけです、はい、ところがと町に入りますとね、このままでいいんですっていう人がいるんですよ、うん、まあまあまあ、だから変えるって誰が変えたいって言ってるんだっていうことが問題なんですね、うんうん、っていうのをはらんで、私は地域を変える力とは何かっていう問いを立ててるわけですよ、そう、まず私だったら、はい、あの結構ひねくれてるかもしれないですけど、私だったら地域ってどこのことを指してるんですか先生、まず、ね、私は質問しちゃうわけです、地域とここのことです、うんうん、では
変えるって、うん、それってなんで変えなきゃいけないんですか、うん、っていうふうにいくわけですね、うんうん、だから、うん、自分が自分に問いを立ててるみたいな、うんうん、というの好きなんですけどね。例えば、うん、5つの S と 5S とかって知ってるじゃないですか、整理整頓とか、はい、であれってもういきなりもうすぐプラスアルファって考えますから、プラス1とか、まあ、プラス1ですねっていうのは 5S は分かるんだけど、それ以外のものでもう一つぐらいないのかっていうふうに考えるんです、ね、はい、だから五臓六腑っていう、はい、で五臓六腑でもう一つプラスアルファって、いやいや膵臓とかなんか入ってないじゃないかって、うん、じゃあ大事な臓器他にあるじゃないかっていうふうに考える方なんですね、うんうん、なので五感六育って私の造語ですけど、はいはい、でそれをやるときにプラスアルファって考えるわけですね。あ、これ考えますね、はい、だから自分の町の中でもう一つか二つの魅力的なものないのかっていう、うん、でそこを探すっていう、まあ、問い立てなんですけど、うん、だから習う学ぶ問い立てなんですけど、うん、でそこをこう考えましょうというのを話したんですね、うん、それとさっきの7つの習慣であると、はい、あれじゃないですか、こうなんか人のせいにするじゃないですか、あんたがダメだからこうなったんだとか、うんうん、国がダメだからとか、うん、何がダメだからとかってよく言う人いるじゃないですか、はい、予算がないからできないんだとか言う人いるじゃないですか、はい、全部人任せになる、はい、いわゆる主体性であれっていうのが、うん、習慣の 1番目じゃないですか、うん、いわゆる自分主体性を持ってこれができなかったのは自分として何が良くなかったのかっていうのをしっかりと 見つめろということじゃないですか、うんうんうん、でそれをやらない人が多いでしょ、うん、まあまあ、はい、なんか人のせいにするって、うん、これうまくいかなかったらお前のせいだみたいななんか、はい、私がこうなったのはあなたのせいだみたいな、はい、言う人いるじゃないですか、違うでしょっていうのありますよね。だからいろんなヒントがあるのに、はい、そこを全然分からないんですね、はい、通り過ごしてしまう、通過してしまうっていう人っているんですよ、うんうん、でそこで考えたんですね、はい、例えばですね、もう7つの習慣でいくと、もう1つ目、はい、主体性であるがあって、はい、次にゴールを、はい、うん、でゴールって何ですか、例えば菅原さんのゴールって何ですか、ゴールですか、はい、うーん、でも大学院の博士号を取ることじゃないでしょ、そのではないですよね、では手段だと思うんですけどね、はい、まあ、難しいですね、うん、こう、まあ、うん、まあ、周りの人が幸せになってもらえればとは思いますけど ね、はい、で私のゴールって別に大学教員でいたいということでも何でもなくて、うんうんうん、でこれはそれのゴールに向けての過程というかですね、そこの中のプロセスなんですけど、でそれでは大事なことなんと思ってるんですけど、うんうんうん、で私のゴールはですね、最強の木村チームを作ることなんですよ。あ、そうなんですか。へ、初めて聞きました。キーパーソンとそれを取り巻く人的ネットワークって、わかります？いわゆる何かをやるときには、はいはい、キーパーソンとそれを取り巻く人的ネットワークがないと、だって仕事するときに全部自分で抱えて自分一人でやっていくって無茶じゃないですか、うん、そうすると誰にこう、うん、一緒に役割分担して手伝ってもらうかって大事じゃないですか、うん、でその時に、はい、自分をより自分の強みをより強くし弱みを強みに変えてくれるとか、うん、でいわゆるそれぞれがですよ、うん、でいう人とこう組んでいくと、うん、しかもそこには繁栄の条件、バブソン大学の学長が言ってる通り繁栄の条件の中で誠実さっていうのがあるじゃないですか、うんうん、一番筆頭に挙げてるのが、はい、でこの誠実な人の集まりでなおかつグループいわゆるチームを作っていくと、はい、でその最強のチームを作っていくっていう、はい、そうすると最強のチームってなんだっていうと、そのそれぞれ私は10人ぐらいなんですけど、うんうんうん、で10人ぐらいでチームを作ったとしたら、それぞれの人があれきっとこういうふうに考えてる、いわゆる他者理解できる人、うんうん、いわゆる自己、うんうん、ね、自己分析自己理解で終わらずに、うんうんうん、他者、いやきっとこういうふうに考えてんじゃないかこの人はと、はい、でおもんぱかって、はい、ある程度こういうことを望んでるんじゃないですか、うんうん、とかって言ってお互いに言える立ち位置と、うんうん、上下関係ないですから、うんうん、お互いに自由に発言ができて、うんうん、いわゆるこう、まあ、だからダメなんだよとかそういうのじゃなくって、うんうん、お互いに自由に話し平等に話ができるっていう環境作りが最強のチームなんですよ、うんうん、でいうように最強の木村チームを作ることへなんです。でこれって人と人のつながりの話でして、はい、もう人体心と体にも影響するんですよ、うんうん、つながりって、はい、ご存知の通り、うん、そうですね、はい、福井大学の伊海先生がですね、このつながりの話をしてたんですけど、という中では医学界でも発表されてて、余命1年ですっていうがん宣告を受けた2人が同じ病室に入ってるんですね、はい、で余命1年ですと言われてるんですね、はい、もうちょっと1年間持つかなってで言われてる一人の方は毎日のようにお見舞い客が来るんですよ、でもう一人の方は、はい、ほとんど見舞い客いないんですよ。でこれで1年経った時に、はい、見舞い客のない方は1年でお亡くなりになっちゃった、
で、見舞い客がほぼ毎日のようにこう、はい、大丈夫って元気出したねって言った人は3年生きたんですよ、うんうん、全然違うんですね。違うんです。これ実際に医学界でも もう実証して、はい、もう先行研究としても出てるんですよ、はい、でいうふうになるとですね、はい、人はいかにつながりが大事かと、うんうん、だから年取って特に男性だとこう家の中で、うん、弁当買ってこうやって弁当買ってきてまた、うん、テレビ見ながらとか新聞見ながら食べてたりとかしてたらつながりないから本当にあの危険なんですよ。危ないですねそうなんですよ。だからあのもう年を取ろうが取らなろうが、はい、人とのつながりをどう作るか、はい、それでチームにして、うん、最強のチームを作りたいというゴールなんですよ死ぬまで死ぬまでそれをやり続ける死ぬまでやり続けるじゃないと見舞いに誰も来てくれないんですよ。あっという間に死んじゃいますよ私見舞いも来てくれない、ね、寂しいなみたいな、うん、寂しいなみたいな感じなんですね北海道にでも大変なんですよ、はい、でそんな中で、はい、あのさっきあの日本地域創生学会の話しましたけど、はい、で地域創生実践総合研究所っていうのを作ったんですよね。はい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 、でこれあの2022年の3月4日ですかね作ったんですよ、うんうん、でこれって何かっていうとあの日本地域創生学会って年に1回か2回とかシンポジウムやるぐらいじゃないですか、うんうん、この学会とかそうです、はい、やるだけじゃないですか、まあ、それ大事なんですけど、はい、年に何回か集まってこう発表し合うって大事なんですけど、はい、して励まし合うって大事なんですけど、はい、やっぱりそれだけじゃなくてここに所属している先生たちでいわゆる実学教員、うん、いわゆる実際にその地域に入ったりとか、うん、さっき の井海さんでいうと総合医で、うん、こう実際にいろんなところに入ってそういう地域医療に関して一緒になってネットワークを作ったりとか、うん、っていう人たちで、うんはい、とこの地域創生実践総合研究所、うん、と学術の中でも実学教員に集まっていただいて、はい、でまた、うん、あの企業団体の方にも、はい、あの協力、はい、で企業の方もあの行政とか違ったり、はい、私たちあの教員とは違ってまた別の技術力を持ってたり、うん、またそういう経験ノウハウを持ってるじゃないですか、うんうん、だからそこにあの地域のためだったらいいですよって地域創生 SDGs の、うん、いや推進、うん、または地域人材の養成と定着のためにお手伝いしますよと、うん、って言っていただいている4つの会社ですね、はいはい、あれ、はい、知ってますでしょあの、北日本消毒と小樽の会社、はい今 あそこは鳥獣被害とかなんかやってますけど、うん、それ以外に5つの S、うん、5S とか、はい、あと HACCP っていうのやってるんですよ。HACCP、うん、あの食品加工の工場あるじゃないですか、はい、やっぱりそこって衛生大事じゃないですか、はい、そういったところをしっかりと管理するっていう、うん、これ大事ですよね、はいはい、でいうところです、はい、だったりあとあの知らないと思うんですけど、はい、越前屋止水工業っていうこれあの北広島市にはい、あって、まあ、本社は札幌市にあるんですけど、はい、これ何やってるかと言いますとね、はい、牧野さんってめちゃくちゃ熱心な地域づくりに熱心な、はい、あの女性がいるんですよ、うんうん、専務さんですけど、はい、あのいるんですよ、はい、でこの牧野由美子さんですけど、はい、がもう熱心にその地域で例えばですね道路に、はい、あの穴ぼこがこう見えないでこう開いてる時ってあるじゃないですか。はい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 、陥没するじゃないですか、はいうんうんうん、でそれを事前にあの発見する。そうその機械を持ってるんですよとかですね。あとも測量だとかいろんなことやってますけど、はい、本当にあのその地域創生に、うんうんうん、関心強く持ってて今度あれなんですよと7月の5日から7日まで、はいはい、と奥尻島に行くんですよ。でもうあそこも今地熱発電とかやってまして、へあ そ, うですか。そういうところもなんか手伝いことがあったらって言ってるんですね。それとあの会ったことあるんですが後藤さん、はいはいはい、あの後藤さんって5つの富士、後藤さん、あはいはい、はい、あのムーブネクストでしたっけ。そうです、はいはいはい、ムーブネクスト、大塚ですね、はいはいはい、に入っていただいてるんですよ。あそうなんです。で、まあ、AI とか DX とか、はい、でその推進を手伝ってもらってます、はい、そういうことに関してはあのやりますよ、はい、それとあのダイワリースって知ってます。ダイワリースは以前お会いした、はいはい、あの北海道の支店長の稲垣さんですけど、はいはい、で稲垣さんはもう本当北海道内、まあ、北海道担当ですけど、はい、の支店長ですけど北海道内でガーッと回ってますよ。でその地域で雇用が少ないなっていったところドラッグストア作って13人の雇用を生んだりとか、はい、でつい最近では、はい、あの新札幌駅、はい、JR、はい、そこのところに BIVI、はい、ビビっていう施設を作って、うん、あそこ e スポーツとかもできるんですけど、
最先端なんですね。土曜日曜行ったら、はい、駅から直結なもんですから、うん、もう観光客の方というより地元の方で家族連れ、うん、でお子さんが裸足になって、はい、あの自己芝生なんですけど、そこをわーって走り回ってますよ。で、あの2階なんですけど、はい、あのこの天井が、はい、あの雲飛んでるんですよ。でスクリーンになってるんですよ。映して。そうなんですよ。で、あの雲飛んでたなと思ったら、次に飛んでくるのが、はい、あのソフトクリーム飛んできたりとか、あと熊さん飛んできたりとか。何でも飛んでくるんですね。そうそうそう。もう喜んでるんですよ、子供たちが。もうそういう。で、それを囲んだところが飲食店なんですよ。はい、でちょっとそこで、はい、とこう発表する機会とか、あとスクリーンを使って発表する機会ができるんですよ。なので、はい、来年の自治体首長教育長勉強会はそこのビビでやるんですよ、はい、あ2025年、いや2025年、もう決まってるんですよ、はい、そこでで、はい、総会研究大会、日本地域創生が、はいはいはい、総会研究大会は深川市にある、はい、北海道短大なんですけど、はい、拓殖銀行、あ、拓殖大学ですね、はい、あの拓殖大学の、はい、北海道短期大学ですね。そこで深川にあるんです。拓殖大学の、うん、短大があるんです、うん、あ、そうです。で農業なんですよ、主任、うんうん、でやってるんですよ。でそこをですね、深川駅降りたらちょっとあるんですけど、はい、そこはあのマイクロバスで、あ、ピストンで、はい、29人乗りで言って、あの、はい、ぜひ来てください。わかります。深川に、はいはい、間違って滝川行かないでください。滝川行っちゃったら国学院短期大学ですか。違うですよ、違うですよ、危ないですよ。間違わないで、短期大学市外で、あの間違ってあれですよ、はい、前日行かないでください。前日前日はビビビビビビ新札幌に行かないといけない。新札幌、わかりました。で行うことにしてるんですよ、はい、で それもこうと、そのビビについてはダイワリースさんがやってるんです、うんうんうん、でそこにはあの大学もあるんですよ、札幌学院大学っていう、そのキャンパスというか、そのなんとかキャンパス、キャンパスの、はい、あの心理学系ですかね、そこは。もともと本校は江別なんですよ、はい、うん、江別先日行ってきましたけど、はいはいはい、でですね、こうなんか私は学生間交流したいなと思ってまして、特にあのゼミとか、はい、そういうのでこう交流できたらいいなと思ってですね、自分のところの学生だけじゃなくて、はい、他の学生ともこう交流できるような機会がいいんじゃないかなと、うんうん、それとですね、今中学校と大学の連携に強い関心を持ってるんですよ、私。中学校と大学、高校を飛ばして、まあ、はい、高校飛ばさなくてもいいんですよ、はい、でも中学校高校大学連携でもいいんですよ、はい、で中大連携で、これ何かというと、中学校の2年生3年生のうちに高校行こうかなって決めるでしょ、はい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 、高校のどこ、例えば普通科とか、はい、どこ行こうかなって決めるでしょ、うんうん、工業に行こうか商業に行こうかとか決めるじゃないですか、うんうんうん、で高校卒業して短大に行こうかなとか、専門学校行こうかなとか、大学行こうかなってある程度は思われながら、うんうんうん、だから高校時点で大学進学するかどうかも決めるじゃないですか、はい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 、だからここの高校行くってなるじゃないですか、うんうん、ということは中学校の 2,3 年生で大体高校行くとか、その後専門学校行くとか、短大行くとか、うん、大学行くとか、うんうん、ほぼ決めるじゃないですか、はい、そうするとその時にいわゆる知識として大学ってこんなとこよって知ってるんだったらいいんですけど、知らなかったら結局そう選択するときにもその情報がなかったらなかなかあの悲しいことになるじゃないですか。なので中学校の2年生3年生に地元学といって地元を知っていただくことも大事なんだけども、それもやるんですけど、合わせ一緒になってですね、やるんですけど、合わせて大学ってどんなとこっていうことをあの中学 2,3 年生に分かりやすく図解でとかで分かりやすく伝えていくというのを今やろうと、うんうん、あらかじめその大学がどんなところかっていうのを見せて、高校で何を勉強するかみたいなところに、うん、だからもう高校で、はい、だから大学に行くときには単なるなんかここのところ進学校だから行こうかってんじゃなくて、うんうん、まあ、本来はですよ、はい、そうじゃなくてちゃんと学び習い問い立てするとか、うんうん、または、うんうん、高校でこの間行った高校、あえて名前は言いませんけど、そこはすごいんですよ、はいはい、あの英検を3級、2級、準1級って取ってるときに先生も一緒に受験するんですよ、はいはい、先生もすごいですね、うん、あの英語の先生じゃない人がですよ、担任とか、いや生徒が一生懸命やってんだから、はい、自分も受験するって言って、はい、
それで準一級の時に、はい、準一級のところに生徒の名前と括弧教員って書いてて準一級教員も受けて受かったの。受かってんですか。受かってそれはすごいですね。さすがに一級はいなかったんですけど、はい、準一級、はいはいはい、生徒の名前が書いてて、はい、その一番最後に括弧教員って書いてあるんですよ。だから教員も一緒になって受けてるんです。受けてるんですか。いわゆる生徒が熱心にやってんだから自分だってもちゃんとやろうってそういうふうにこう考えて、なんかやっぱりそういう先生っていいですよね。なんかあのいいなと思いますけどね。で、いいなと思ってねやらなきゃダメなんですけど。私もあのね、なんかこう中小企業診断士受けるって言ったら、ね、一緒に受けたり。今から宅地建物取引士受けるって言ったら一緒に受けたり。社会福祉士受けるって言ったら一緒に受けたり。大変ですね。自分がなんだ何者か分からなくて資格ばっかり持ってるんだけど。資格ホルダー。そうです。でそれが資格だったみたいな。そこに時間使っちゃいましたみたいな。うん、でだからこの。あのはい、7つの習慣のところに、はい、最優先事項を実践せよっていうのは第3のところにあるんですね。だからあれもこれもってやっちゃいけないですよ、うんうんうん、でその、ね、さっきの話高校の話ですけど、はい、図解の検定もあるの知ってます？図解の検定、それからプレゼンテーションの検定もあるんですよ。これを全部あの高校生の時に受験させてるんですよ。はで私あの高校でプレゼンテーションの仕方とか図解とかっていうのはそんなもうあの資格やるそういう検定試験が受かるぐらいやる方やらないじゃないですか。やらないですね。やっぱりすごい。私もそれを大学高校の時にやってないでしょうから、うん、高校生の時にやってないから、うん、私は大学入ってから教えているんですけど、うん、もう履歴書の書き方から企画書の作り方、うん、それから 図解の仕方、うん、全部教えていくんですけど、うんはい、でそれってもう高校時代教えてますよってこの間そこの高校行った時言ってたんで、うん、おーすごいと。そこって今度定員増やすんですよ、はい、そうなんですか。へやっぱりも もう人気なんですね。分かってるんですよ子供たちも親も、うんですねうん、と思いますね、うん、そういうあの熱心なところっていうのはどこかですね、うん、だからすごいなと思うんです。でちなみにあの、はい、話全然変わるんですけど、はい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 、農政の憲法って分かります？農業基本法あそうなんですよ、はい、変わったの農村の、はい、いわゆる食料農業農村基本法じゃない。これ1999年に、はいはいはい、できたんですよ、成立した、はい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 、これ改正したんですよ、うんうんですね、で改正してこれなんとか目標って何かというと、はい、食料自給率を上げるってことなんですよね、はいはい、で私もあの農林水産省2年いたんですけど、はいはいはい、もうその時に、はい、とかあの地まかないできるようにって、はい、でところが、まあ、あの基幹的農業従事者いわゆる専業ですよ、うんうんうんはいはい、でこれどれぐらいいるかというと、はい、2000年の時に240万人いたはい、ですよね。約ですけどね、はい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 、で2023年の去年ですよ、はいはい、でこれで116万人になったんですよ、はい、半減してるんですね。そうなんですよ。でなおかつこれから20年後どうなるかというと30万人ぐらいになったんです、はい、30万人もう半減どころじゃないですね。でそれで、はい、この間あの礼文の礼文町、はいはい、今300人 の漁師さんいるんですよ、うん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 、北と南に、はい、と漁業協同組合があって、はい、で300人いるんですね、はい、で約と30億ぐらいですかねあの稼ぐわけですけど、でそれってとその方々って後継ぎいるのかっていうと、はい、もちろん新規いわゆる従事者っていうか、うん、新規の漁業やってみたいですって方が来てるんですけど、はい、それって年に1人か2人、はい、ところが、はい、もう辞めるんですって言ってる方がこう出てくるわけですよ、ねはい、でこれってしたらもうホッケの開き食べれなくなるんですよ。あ大変ですね。とかあの昆布利尻昆布とかウニとかウニバフンウニ、紫ウニとか、うんはい、食べれなくなるんですよ、取る人いないからってなるんじゃないですか。これってどうするんだろうっていうのがまず一つ、ねうん、それから、うん、オホーツク地域、はい、例えば網走市とか、はい、でここはと農業一人一個の農家、はいはい、これ一個の農家が、はい、なん と45ヘクタール平均ぐらい45ヘクタール広いですね、扱ってるんですよ大規模、はい、でその方が後取りいないんだっつって辞めるっつったら、はい1軒につき45ヘクタールずつ、はあはあはあ、そのままの空き地になっちゃうというか、いわゆる放棄地になっちゃうわけですね、はい、そうです、はい、なっちゃうんですよ、はい、これって大変です。そうするとかぼちゃとかじゃがいもとか、うんうんはい、人参とか、うん、ごぼうとか足りなくなるんですよ、はいうん、畑なんですね。輸入すればいいじゃないかなんてなんないじゃないですか、うんうんうん、世界は人口増えてるわけですから、はい、だからこれ本当に真剣に考えないとっていうのがありまして、うん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 、今日も今こちらに来る前に、はい、環境省行ってその後農水省行ってはいですよね、
でこれ本当に真剣に考えないと、それとその地域を支える人、うんうん、どん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 流出してますから、若者が。そうです。で戻らないんですよ、うんうん、なんでこれちょっと大変だよっていうことで、先ほどあの北海道文教大学に地域未来学科を作って、地域のことに強い関心を持っている子どもたちといわゆる学生に集まっていただいて、でしっかりと学んでいただいて、現地とかも学んでいただいて、そして書いていただくという形をしないと、全員が書いてくださいとは言いませんけど、それはあの行きたいところはあるでしょうから。でもやはり地元のことをよく知っていただいて、でそれであやっぱり地元のために何かがやってみたいと、さっきのゴールで言うとやっぱり地域貢献したいと、社会貢献したいんだと、っていう子たちをしっかりとあのこう一緒になって学んでいって現場 でそれをこう育て、4年間で育てていくということをぜひしなきゃならんなということで、北海道文教大学に地域未来学科ができたということなんですよね。でもあのぜひ今度あのオープンキャンパスもあるんですよ、はい、もう来てくださいよ。5月です、5月に最初にされた、5月やったんですよ、はい、300人来てくれたんですけど、はい、あすごいですね、大盛況で。もう5月やったんで今度は6月あるんですよ、はい、もうすぐじゃないですか。もうすぐ6月あるんですよ。毎月やってる、ね、毎月やってるんですか。もうあの、はい、ま、あとですね5回やるんですよ、はい、5回、はい、来年までに5回やるんですよ、はい、でもインターネットで、はい、北海道文教大学オープンキャンパスって入れたらバーンと出てきますよね、はい、うんうんうん、でも10時にスタートして、はい、全体でこう皆さん各学部学科がありますから、うんうんうん、でそこの皆そこを見たいという方、またオープンキャンパスでここを実際にどんなところなのかなって知りたいって言った方々が集まっていただいて、その次に各学科ごとに説明をやって、でお昼からは、はい、弁当食べてもらって、お昼からは、まあ、弁当も出すんですよ。へえ、すごいですね。弁当は出しますよ、はい、美味しいか美味しくないか別として、まあ、北海道ものは大体美味しいですからね。すで出して、その後は、はい、あの個別相談、なるほど、ちょっとあのみんなの前では聞けないんだけどっていうようなこととかいろいろあるじゃないですか。それぞれ、まあ、そこを個別に希望を、そうです、はい、個別に相談を受け付けていくというようなことをしてるんですよね。うん、なんかもうで私の場合は今度ですね、はい、あの試験、そのオープンキャンパスの時にこう課題を与えて、はい、でそれによってそれが試験になるって、最終的に、はいはい、その2回やるうちの1回を受けていただいて、で、はい、それをこうプレゼンテーションで試験をやるっていうのがあるんですよ。うーん、地域に関することをしっかりとこう自分でプレゼンしていくっていうのを、どういうふうにプレゼンするのかとか、そういうことをまず教えて、で自分なりに考えて、はい、で発表するんですよ。でそれで採点して合否を決めるっていう、そういう試験もあるんですよ。それ担当なんですよ。それとあと公務員の試験、はいはいはい、私地方公務員と国家公務員経験してますので、はい、その国家公務員とか地方公務員やりたいんですって多いんですよ、うん、今の地域未来学科の子どもたち、うん、あ、そうですか、あの学生ね、多いんですよ、はいはい、でなのでもうなんとか合格して行ってほしいなと思ったら、うん、各市役所とか役場に聞いたら、うん、いや、うち受験させてくれって言うんです。そう、最近はすごいすごいですよ、はい、っていうのがありまして、まあ、だんだんだん時間があと7分ぐらいになっちゃってますからね、はい、次回は7月の18日、はい、これあのカーボンニュートラルのことをちょっと話した、はい、いや環境について、はい、もう来てくれるかな、あ、もういいと思う、いいと思う、ありがとうございます、はいはい、予備要員でも何でも いつでも、はい、で今度はあれですね、はい、じゃあ6月25日あのメール6月25、メール入れますけど、あの FM アップル の, あのオンライン参加25、はい、いいですよね、後で、はい、ちょっと、はい、あの空いてるかどうかです、はい、ちょっと考えてみてください。わかりました、はい、でも来週はです、ね、はい、あ、来月ですね、これは、はい、来月は7月18日ですね、はい、あの行います、はい、でもその次は8月15日なんですよ。もう、ま、もろお盆ですよ。はい、ですね、まあ、私もお盆もここに来ますけどね。お盆も来ますけど、はい、で9月は9月の19日なんですけど、はい、というようなことで10月の17日、11月の21日、12月の19日って、まあ、あっという間にあっという間に12月が来るんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。早いですね。なんかもう小学校の6年間が懐かしいって感じですよ。それ以降、ね、ビューンって過ぎていってますよ。うん、もう気づいたら60超えてますから。
でも気づいたら80超えてるったら、はい、いやそんなにあんたいけないでしょって80超えてもここで友達少ないと生きれないですよつながりの少ない人は、結構ダメなんですよ友達を作ってもらって作るとゴールはもうそこにもう競えてますから。でちなみに今日は、はい、映画ワークショップのことちょっと、はい、最後の時間、はい、5分ですけど、はいはい、これこの地域創生 SDGs 映画制作の競争共に作る、はいはいはい、社会の実現ということ で、はい、で今お話ししたようなことを地域のことだとか話ししたことを、うんうんうん、こう映像にするってすごく大事だなと思ってます。なんか文章面でこう見ると、うんうんうんまあ、理解できる人もいるでしょうけど、うん、なかなかちょっとんって分かんないなって、うんうん、そうすると絵本にしたりまたは動画にしたり、うん、で自分たちでまず自分たちの街を調べてみたり、うん、で、うん、弱み強みとか、うん、宝物をこう調べてみたり、はい、で街の人たちにと聞いてみたり、うん、ヒアリングしてみたりですね、うんうん、っていう中で脚本書いていくんですよ。例えば、はい、これは去年の11月11日に公開したのが、はい、天の橋立の宮津市、うんうん、で宮津市って、うん、恩返しっていうじゃないですか、はい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 、あそこ恩送りなんですよ。宮津では恩送り、宮津では恩送りなんですよ。で恩送りって何だっていうとですね、はい、恩返しっていうのは自分が受けた恩をそのこうどうぞって言ってくれた人に返さなきゃいけないと思うじゃないですか。これ人の心情ですよやっぱりね、はい、なんかこうお礼しなきゃって思うじゃないですか、うん、悪いなとか、ね、そう思いますでしょ、はい、だけどいわゆる恩返しじゃなくて、はい、恩送りで誰もそこに受けたからその人に返すんじゃなくて、はい、他の人に返して恩を送っていく、ね、っていうことをしてくださいって、はい、という文化を持つ町なんですよ。いい町ですね。だからもう本当にもう遠慮なく使いなさいとか遠慮なく食べなさいって持ってきてるんですよ、はい、じゃあもうなんか悪いのでなんかこれっていう、うんうんうん、イエーイと、うんうんうん、あなたは恩送りをしなさいと、うんうんうん、っていうことなんですよ、うんうん、また巡り巡ってくるからって、うん、だからその恩をいただいた人に返そうなんていうよりも、うんうんうん、他の人に返して、うんうん、でそれはみんな回り回って恩送りでこう豊かな町、うん、本当に心、うん、心身ともにですね、はい、本当にああいいなこの町ってなると、うんうんうん、もう本当にその通りだなと思います。あそうですか。だって2人だけの話になっちゃうんですよ。恩送りじゃなくて恩返しだけだったら、うんとはい、ありがとうじゃあこれ、ね、ありがとうじゃあこれどんどんつながって、そうなんですよ。だからやっぱりその中でのつながりが大事だよねって言ったところで、それで今移住者が増えていってるんですよ。そうですか。はい、だから定住している方々はそれを大切にしているから、はい、移住してきた方はびっくりするわけですよ、うんうん、っていうのは、うんうん、これどうぞって言われたら他の人から来るから、あだから自分はその人に、ね、なんか例えばこれ私のところで取れたものですよどうぞって、はい、移住した方が渡すするじゃないですか、はい、地元の方に、はい、そうしたら違う人からこれどうぞって来るわけ で、はい、でおおっていや、ね、この人に何も私してないってこれすごい嬉しくなるんですよ。あ、こんな素晴らしい文化があるんだみたいな、うんうん、ということなんです。それにこう、うん、気づいてない人も多いわけですね。そうです。だからもうそれを分かってる人は、あ、ここの町は恩送りの町なんだっていうことで、うんうんうん、本当それって大切にずっとしてるっていう、うんうん、ところなんですよ。でそれを気づくとやっぱり移住してきたときにすっごいなんか嬉しいみたいですよ。うんこう いろんな人がこうお世話を、余計なお世話じゃなくて、うんうん、お世話をしてくれたり、いわゆる恩は贈るもんだからっていうことなんですよ。すごいなと実感するわけです。これはあれですね、さっきの学会の話じゃないですけど、はいはい、悪いところをこう言うんじゃなくて、はい、みんなで褒め合って、はい、そうなんですよ。だからもう人生で一番損している人って何なのかというとですね、はい、この自分のことしか考えない人、うんうん、これ損ですよ ね。で自分で考えて行動できない人、はい、誰かのせいにする人、それと、はい、難しい言葉を使いまくる人学者に多いから学者なんでこんなの知らないのかって自分の上位みたいな、うん、違う、うん、いや難しいことを分かりやすく伝えるのが、うん、真っ当な教師、うんうんうんですよね。それと全て人任せにする人いや人生で損してる人ですよ、うん、それと言い訳ばっかりする人気をつけないといけないですね。じゃないですか、はい、もう本当にずっと言い訳ばっかり言ったり嘘ばっかりつく言い訳嘘そう、はい、偉そう、そう、はい、偉そうに、うん
上から目線、うん、それとかあの元の元職を名乗る人なんか元部長とか元課長とか公務員に特に国家公務員に多いんですそうそうそう元何々みたいな、はい、いやちょっとやめてくださいよってもうそういうのってもうなんか肩書きがないと不安な人うんという人いるじゃん、なんか肩書き作んなきゃって人いるじゃないですか、はい、だから無名で名前だけ書いてたらもうアウトじゃん、はい、ということでですね、はい、時間になりました、はい、もう本日もお聞きいただきまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。菅原さんありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。